日本で初めてクリスマスを行ったのはここ山口市と言われていますね、毛利高千穂の像になります。皆さんこんにちは、毛利家歴史チャンネルへようこそ。やはりね、今最も話題になっているこの山口市、まだまだね、お伝えし足りないところがあるので、今日はちょっとね、皆さんにご紹介したいところがあるので、やってまいりました。後ろ見てください、立派ですよね。ご覧の通り教会なんですけども、ここの教会何と言いますかと言いますと、山口ザビエル記念聖堂と言います。お分かりになる方もいると思いますが、フランシスコ・ザビエル、今から500年前ですね、約、日本に布教のために来たと。ただその時フランシスコ・ザビエルは、布教するのに大変苦労したと言います。やはりどの大名もやはり、ね、あれも分からない、しかも色や肌も違う、そんな宣教師が来たら、ちょっとっていう中で、唯一、その門戸を広げたのがここ山口の君主であった大内義隆公なんですね。素晴らしいですよね。その大内義隆公が布教を許し、ここで布教を始めたということで、ここが、一番初めの礼拝堂だったと思うんです。で、その、礼拝堂は、もちろんちっちゃかったんですけども、それから約400年経った1952年に、ここに素晴らしい記念聖堂が建てたんですけども、残念ながらね、何十年か前の、大火事で焼けてしまって、その時に、あっという間に寄付が、集まって建て替えられた今の記念聖堂なんですけども、その、フランシスコ・ザビエルの精神は未だに脈々と流れていると思います。フランシスコ・ザビエルはこんなこと言ってますよね。日本に来た時に、日本ほど精神性が高くて、進んだ、文化の持った、人類は見たことがないというぐらいフランシスコ・ザビエルは日本人を絶賛したと言います。ただこの中でも布教するのに大変苦労するんだね。ただもう一つ、フランシスコ・ザビエルはもう一つ驚いたことの一つに、それだけ精神性の高い、日本人なのになぜか修道を好む、いわゆるその断食を好むと、なんかそれはなんかフランシスコ・ザビエルにとってはちょっと意外に思ったそうですね。ちょっとこれはあれなんですけど、そんな、ザビエル記念聖堂なんですけど、山口に来た際にはぜひ来てみてください。中のね、ちょっと礼拝堂はちょっと映すことできないんであれなんですけど、あ、ね、素晴らしい鐘が鳴ってます。ザビエルさんがいるので、ちょっとね、皆さんご存知かどうか知りませんけども、日本で初めてクリスマスを行ったのはここ山口市と言われているんですね。それはザビエルが大内義隆公に布教を許されて、ここで初めて敬虔のミサ、クリスマスのミサをしたということで、ああいったね、皆さんが楽しんであれするようなクリスマスではなくて、本当のクリスマスミサをしたということで、ここが日本クリスマス発祥の地と言われているんですね。ということで、これがザビエルさんの銅像なんだけど、分からないよ、僕が思うのにはやっぱり日本人って、やっぱりそうやってザビエルが来て、これほどね、高等な民族はいないと言ったっていうのもあって、布教するのに初めはさ、日本人ってこうなるじゃない。だけどその後きっと日本人っていうのは素直だし、布教して帰依した時にはその日本人ほど素直にそのキリスト教に帰依した人もいなかったんじゃないかなと僕は思います。そんなね、このザビエルが、この銅像はね、井戸端でその皆さんにお説教してる像だそうです。きっとそういうのをね、日本人はほら、もう昔から読み書きができたりさ、そろばんができたりとか、戦国時代はそこまでいかないかもしれないけど、それでもね、結構皆さん教育レベルは高かったと思うんでね、そんな中でこのザビエルのお説教っていうのは日本人の心を打ったんだろうなって、なんかそんな風に想像するとなんかロマンがありますよね。こんなザビエル記念聖堂なんですけど、実はここ最高の場所にあります。隣は、県立博物館ですし、もうすぐ、目の前が山口県庁、その県庁の隣は東春寺、瑠璃光寺とある最高の場所に立ってます。さてさて、そのザビエル聖堂を今度は背にして反対側、これちょっと上になってますよね。これね、亀山と言います。ここね、実は公園なんですよ。でね、この亀山公園、元はというと、
調布毛利家の祖である、毛利秀元、これがまだ毛利家が戦国時代、中国10カ国を領してた時に、毛利秀元の領地はこの辺でした、要は長門国だったんですよね。で彼はここに、お城を築きたかったんです。まあでもそれが叶わなかったんですけど、でその城にしたかったここの城山をそのまま亀山公園として整備されてるんですね。でその亀山公園のなんと公園の中央には立派な、銅像が立ってるんですよ。ちょっとそこまで行ってみたいと思います。ちなみにだから毛利元就はやはりあの新しいものはちょっとこうバツバツなので、あの毛利時代には布教はできなかったとなっております。はい、なので皆さん隠れてしたんだと思います。まあでもね、あのバテレン追放令みたいなそこまで厳しいあれはなかっただろうけど、やはり元就はこの耶稣教っていうんですか、あのキリスト教に対しては、少し理解がなかったようですね。でも逆に言うとだよ、大友宗麟なんかさ本当に帰依してるんだけど、そのおかげでなんか大砲手に入れたりしてるからね。ここを亀山公園と言います。先ほども言ったように毛利輝元のいとこ毛利秀元は、ここ長門を所領としていて、ここに、築城しようとしたんですけども、関ヶ原の合戦で負けて泣く泣くこの城は廃城となった。だからそこにこの亀山公園が建てられたんだね、明治維新に。でそっからなんだけど、この明治維新にこの亀山公園が建てられた時に、おそらくその伊藤博文をはじめとした、長州の重鎮たちが、高近公および、四支藩主の銅像をこの公園に建てようということでここに建てられたんですよ。でその中心に据えられているのが公園、我々宗家になる毛利高近公の像になります。立派でしょ。背中のこの一文字三つ星とかめちゃくちゃ良くない。でこの周りを、四支藩の藩主の銅像が囲むように建ってたんだけども、残念ながら、昭和16年の、大東亜戦争の時に、軍からの供出を求められて、泣く泣くこの四支藩主の像は、供出されるわけなんだけども、だから今はないんだけど、ここに建ってましたよっていう碑だけはあるんですよ。これがだから当家の、第9代になります。でねこの、元光像なんだけど、この当時この銅像を作った人、あの全て手をかけた人が、徳山様だけは一番簡単だったと。それはなぜかというと徳山毛利家には元光の写真がただ残ってたんですよ。なのでいろんな角度からの写真も分かるので、徳山の毛利家だけはあの銅像だけは一番リアルにできていますというふうに伝わってます。他の人は、まあ、写真も少なかったり、まあ、口伝で作ったりしてるからちょっと内容が違うような形になっちゃったらしいんだけど、毛利元光像だけはもう本当にリアルにできてますということで、確か誰か学芸員さんかなんかに教えてもらったのかなというふうに、こういうふうに立ってたんだから、本当はねこう立ってる銅像を見たかったんだけども、まあねお国のためということでその銅像は供出されてしまうんだね。なぜあの写真が徳山だけ多かったんですか。あうちね結構その写真は残ってってるんだよね。なのでまあ初めから結構撮ってたんだろうね。元光公もそうだし、まあ、その後の元井さんもそうなんだけど、あのガラス写真だとかそういうのが結構残ってます。あの、まあ、ガラス写真わかる？昔はガラス写真なんですよ。ガラスにすり込んであれ、そういう写真がうちに残ってるんだけど、それ、まあ、もうずっとこうやってはいそのままって言ってギューって待ってさ30分ぐらいあれしてカシャってやる、あれ写真。そういうのが好きだったんですよ。好きだったっていうか、まあ、新しいもの好きだったのかなということが結構残ってた。でこれキッカーさんだね。でさこれ何回も言うけど、ほら岩国は6万石もあるのに、諸侯に列せられてなかったから、岩国初代岩国藩主になっちゃう。すごい台数重ねてんのに藩の藩主としては初代なんだね、吉川恒政さん。
っていうふうに調布さんだったりあと清末さんだったりの銅像が立っています。でこう歩いて真正面見て山口県庁なんですよ。毛利家が萩から移ってきて、ここに山口城としてここは毛利家の拠点とします、その入り口として作ったのがこの、まあ繁長門になるわけですね。チャンネル登録いいねボタンを押してもらえると恐悦至極にござる。